ロザリン・ダイアン・サムナーズは、アメリカ合衆国ワシントン州、エドモンズ出身の女性フィギュアスケート選手。1980年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、チャンピオン、1982年、1983年、1984年、全米選手権、チャンピオン、1983年世界、フィギュアスケート選手権、チャンピオン、1984年、 サラエボオリンピック銀メダリスト。サムナーズはカリフォルニア州のパロアルトで生まれ、ワシントン州のエドモンズで育つ。そこでスケートを習い、やがてそこは彼女の競技生活を通じたホームタウンとなった。エドモンズの5番街はロザリン・サムナーズ通りとして1984年のサラエボオリンピック後に名付けられている。1982年全米選手権で優勝し、 その年の世界選手権では、初出場で6位となる。この時には、コンパルソリーが11位という回の成績から追い上げて、最終順位は6位になったが、わずか1年後の1983年世界選手権では、コンパルソリーを1位で通過し、さらに、フリープログラムもビットを抑えて、フリー単独でも1位となり、ビットを破って優勝し、急激に成績を伸ばしてきた。 1984年のサラエボオリンピックメダル候補として期待される。1984年サラエボオリンピックでは、サムナーズはコンパルソリーを1位で通過し、コンパルソリー3位通過のビットをリードした。ショートプログラムでは上位5人が全て同じ3トゥループプラス2ループのコンビネーションを予定していた中で、サムナーズもコンビネーションを成功させるが、2アクセルで、 両足着氷となりそれが原因で、ショートプログラム単独では5位になる。ビットは、ショートプログラム1位で勝負は、フリープログラムに持ち越された。フリープログラムでは先に、ビットが滑走し、2ルッツプラス3等、2アクセルと、好調な滑り出しを見せるも、3サルコーは2サルコーになった。しかし後半で3トゥループ、2フリップからの2アクセルなどを決めて、プログラムを終える。一方、 サムナーズは3サルコーを成功、3トゥループも成功するが、2回目の3トゥループは2回転2アクセルがシングルアクセルとなり、プログラムの後半でも3トゥループに挑戦するもにトゥループになり、フリーの結果は1位がビット2位がサムナーズで、サムナーズの最終順位は2位となり銀メダルを獲得した。サムナーズはオリンピックの後獲得した3つのメダルを エドモントンの銀行で展示するために貸していたが、彼女がそのメダルを受け取りに行った時には、銀行のオーナーが変わっており、メダルの所在がわからなくなっていた。20年後、セーフティーボックスから見つかり、サムナーズに返還された。オリンピック後、現役を引退し、プロに転校。スターズ・オン・アイスのメンバーとして活躍した。2004年4月にイムグの副社長、ボブ・ケインと結婚。 ありがとうございます。